ねえ、最近咳してること多くないあ、ほらまた。隠しても無駄、バレてるよ。喉痛くない咳すると痛いか。その他には症状ある <laughs> あのねえ、お医者さんみたいじゃなくて、お医者さんなの。で 咳以外の症状はある咳だけか。ねえ、怒らないから正直に答えてね。いつから出てる ?3 週間前からそんなに我慢してたのえ、辛かったでしょねえ、なんで相談してくれなかったのさっきも言ったけど、私一応お医者さんなんだよ。 心配させたくなかったからって。あのね、辛いこと隠されてる方が私は辛いよ。はい。診察するから。喉見せてくれる口、大きく開けられるかなうーん。喉真っ赤だし、腫れてるね。これは痛かったでしょう。 次は胸の音聞かせてもらおうかな。なんで聴診器持ってるのってうん、今日私外勤だったから。外勤先からそのまま帰ってきたから持ってたの。はい。胸の音聞くよ。聴診器が入るスペース分だけでいいから、少し服まくれるうん、ありがとう。うん、そうしたら、深呼吸できる ゆっくりね。吸って、吐いて、もう一回、吸って、吐いて。はい、ありがとう。全明はないね。呼吸の音は綺麗だったよ。君ってさ、喘息とかはなかったよね。 咳で始めてから熱が出たりとかもなかったうーん。考えられるのは咳喘息かなうん、咳喘息って普通の喘息と違ってぜいぜいヒューヒューって呼吸が苦しくなるような症状がなくて咳だけが続くのが特徴なの。最近は寒暖差も大きいし それが原因かもしれないね。ただ、ちゃんとレントゲンとかを取って診察した方がいいから。明日、一緒に病院行こうね。私がちゃんと診察するし。痛いことはなるべくしないようにするからさ。ね。あ <laughs>、今露骨に嫌な顔した。本当に君は病院嫌いだな。 今回も病院に行きたくなくて我慢してたんでしょ。私にバレたら病院に連れて行かれると思って隠してた。違う <laughs> その顔、図星なんでしょごめんね。もっと早く気づいてあげられなくて。大切な人の異変に気づけないなんて 医者、失格だよね。でも、明日はちゃんと一緒に病院に行こうね。ずっと咳が出てるのも辛いでしょうん。<laughs> よし。いい子、いい子。<laughs> じゃあ、今日は少し早めに寝よっか。やっぱり、咳が辛そうだね。横になるとひどくなるのかな。 背中さするよ。辛いね。止まんなくなっちゃったねあ。ちょっと待ってて。飲み物持ってくるから。お待たせ。はい、これ。生姜と蜂蜜が入った紅茶。少し暑いから気をつけてね。紅茶に含まれるカフェインは気管支を広げる作用がある。 生姜には殺菌効果とか体を温める働きがある。蜂蜜にも抗炎症作用があるし、蜂蜜の粘り気で喉を保護してくれる働きも期待できる。咳が出たり喉が痛い時におすすめの飲み物なんだ。<laughs> 美味しいでしょう。これ、私が風邪ひいた時に お母さんがよく作ってくれたの。風邪ひいたときには必ずこれ飲んでた。痛みとか咳も落ち着くし、体が温まってゆっくり寝られるんだ。<laughs> どういたしまして。うんどう少し落ち着いたかな。じゃあ、少し横になって寝よっか。 今日も夜は寒くなるみたいだし、一緒に暖かくしてねよ。夜も咳が辛い時は起こしてくれていいからね。ゆっくり寝られるといいな。おやすみ。